いやー、なんか届いたねー。本日紹介するのはこちらです。第5世代 iPod Touch。 軽く iPhone に憧れがあるので、iPhone っぽく見せるようにカラーバリエーションはホワイトを選択しました。なんか iPhone っぽいでしょ。とシールを取っちゃってと、ここのシールを取りまして、壊れそう。お、取れた取れた。なんて軽いのこれ。軽いし薄いね。もうなんか当たり前のことしか言えないんだけど。わー、なんか笑顔になっちゃうこれ。とりあえずこいつが本体、説明書みたいなやつ。アップルシールで、これが噂に聞くストラップ。ほんでコネクタ、これがライトニングコネクタなんですね。ちっちゃー。そんでこれもあるね、イヤーポッド。なんか音質がちょっと良くなったみたいなんだけども、iPod Touch に入ってる方はね、このイヤーポッドは入ってるんですけども、リモコン付きじゃないみたいです、こちらの方は。そこだけご注意ください。もう電源つけたくて仕方ありません。早速見ていきましょう。はい、今回の第5世代 iPod Touch なんですけども、画面はね、まだつけてないけど、レティナディスプレイ、とっても綺麗なディスプレイですね。画面がね、従来のものと違って縦長になりまして、まあ、これも iPhone5 と一緒です。4インチの画面になりました。大きさ変更にあたって、縦の長さが 123.4、横が 58.1 ミリかな。で、厚みがね、6.1 ミリ。超薄いですね。で、iPhone とは違って若干丸みを帯びたデザインになっております。これがボリュームですね。結構ボタンが小さいなで、下側の方にイヤホンジャックで、これが噂に聞くこのライトニングなんとかってやつですね。表でも裏でもいけるというやつ。ほほほ。で、ここがスピーカー部分かな。上に電源があって、ここにフロントのカメラで、背面の方を見ると、今回カメラ結構画質がいいらしいですね、今回のやつは。で、しかも今回は LED フラッシュがついております。で、こう見るとわかるんだけどね、なんか今回のはちょびっと出っ張ったような感じのデザインになってますね、カメラの方は。で、下の方を見るとこれですよ。 Apple でもこんなことするんですね。ストラップが今回こいつつけれるようになったみたいで、確かこれをピッと押してあげると、あ、なんか出ましたよね。こんな感じで、よいしょ、はい、こんな感じで使うのかな。まあ落下防止がいいかな。うん、では早速ね、電源をつけてみましょう。えい、日本語です。国も日本です。ネットワークに接続します。もうオンにしちゃおう。シリを使用。ご登録ありがとうございました。 iPod Touch を使う。お、来たねー。アプリを入れてないであれなんですけども、チップには確か英語を使ってまして、iPhone の4か 4S と一緒のやつみたいですね。サクサク動きます。もうどれも今のところサクサクと。ちょっとこのディスプレイ越しで分かるかどうか分からないんだけどね、昔は本当おまけ程度だったね。カメラがすんごい良くなってますよこれ。ほんとちょっとしたコンデジみたいになってますね。わかるかなこれ。これ、こちら第3世代のやつ持ってきたんですけども、こんな感じですよ。ちょっとなんか色温度が合ってないな、こっち。私の手を映してみてもわかるかな。なんかね、色温度のあれとかも設定がいいね。うん、色味はとても自然です。しかもね、ちゃんとライトもつくようになったし、これで撮影をするとピッて光るのかな。お、光った光った。わー、しかも結構撮れてるね。いいじゃん。こっちの方にはいろいろソフトが入っちゃってて、一概に比べることはできないんですけども、例えばね、マップを開いても、えい、超早い。こっちはまだまだ粘ってますよ。いや、これは通信が変なのかな。えい、おお、全然違う。おお、ようやく表示された。 iPhone5 と同時発表だったので、今回こいつの姿あまり目立たなかったんですけども、今までで最大の変化じゃないでしょうかね。カメラも良くなってるし、ディスプレイも良くなってるし、軽いし薄いし、
今回の iPod たちはなかなかのダークホースっぷりを発揮してくれたのではないでしょうか。今回はとっても簡単な紹介となりましたけども、カメラ性能とかすごく良くなってるみたいなので、そちらとかまたご紹介したいと思います。では